まあ、今生きている我々ももちろん大切なんですけれども、やはりその未来、やはり命は続きますから、その命をやはり続くようにやっていかなきゃいけないなとは思ってますよ。東日本大震災で東北沿岸部の防波堤や防潮林などはほとんどが津波によって流され壊滅状態となりました。この失われてしまった沿岸部の森を取り戻そうと、震災後毎年行われているイベントがあります。岩沼市千年希望の丘で森の防潮林を作ろうと植樹が行われています。今年は6000人が参加し、タブノキ、ヤマザクラなど18種の苗木およそ5万本が植えられました。そしてその植樹の苗木を作るため、仙台市の輪王寺境内にて苗木の種拾いが行われました。およそ90名のボランティアと強力な助っ人も参加し、賑やかな雰囲気の中始まりました。拾う種とはこちら、どんぐり。どんぐりはシラカシという木に成長します。シラカシは地中深くにしっかりと根を張るため、津波によって根こそぎ倒れない強い樹木として震災以降見直されています。境内のどんぐりを拾い集めることによってお掃除にもなり、一石二鳥。いっぱいあった。転ばないでね。あ、入ってない、入ってない。取れたよって。すごいよ。30分のどんぐり拾いで集まったのはなんと15,000個。集めたどんぐりは後日選別して植え付けていきます。この日はあらかじめ選別してあるどんぐりで植え付け。子どもたち真剣です。はい、はい、どうもありがとう。そしたらこれでトントントンと、ね、それで多分ね、バケツから持ってきた。あと触っちゃダメよ。エコー、食事マン、はい、オッケー、食事マン、オッケー、食事すようにって言ったらね、これでお願いしてね。食事マン、うん、ないよ。みんな頑張った。食事は栄養たっぷりだ。下見てごらん。下からポタポタと。出てる。やりたいんだよな、子供はな、逆に。はい。はい、されてた。出ました。芽が出たらこういう風にして。ポットを作ってもらいます。これね、今年の春に芽が出てこれぐらいだったのがこれぐらい、倍ぐらいまで大きくなった。でこれが4年ぐらい経つと4年こんなになっちゃう。ちっちゃくなる。みんなが多分ね、そうだな、20歳ぐらいになる頃にはもうこの木は15メートルとかなる。1年にだいたい60センチから1メートルぐらいずつ伸びていきます。みんなよりも早く伸びちゃうね。どんぐり拾いの後は日頃の感謝を込めて寺の大掃除。掃除にはアイリスオーヤマの秘密兵器が登場。親御さんたちもアイリスオーヤマの製品に興味津々。その通り。モップがけから座布団の掃除まで子どもたちも楽しそう。これを15分ぐらいやるとふかふかになります。あったかいんだから。中でも人気だったのが高圧洗浄機。掃除を通して日頃の感謝を忘れずに、植樹を通して未来を守る希望を育てる。20年後、子どもたちが大人になり、
沿岸部の森を見たとき、彼らはどう思うのでしょうか。20年ぐらい経つば、10メートル以上 の高さになりますから、それが我々の、命と財産と心を守る、森の防潮堤、多様性のあるいわゆる森を作って、でそれが我々を守ってくれると、まあ、共に行きましょうと、森と共に行きましょうと。次の世代、50年後、100年後には次世代がやっぱり判断していけるような、そういった材料を我々、まあ、作んなきゃいけないし、作っていくべきだと思ってます。せー